お、お、え、でっかくない？よし、来た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 、これでかいわ。お、来た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 、やばい、めっちゃでかい、めっちゃでかい。おっさ、お、まだ見た、まだ見た、まだ見た。うわ、でかい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 、これやばいです。でけえな、また。カメラさん、やばいですって、これ。マジで。ちょっと待ってくださいって。これやばないですか。4キロいった。これ行きました。行った。馴染みになりつつあるんですけど、長谷川浩二プロと丸型ベイトリルかつ巻物にこだわった調校をやっていきたいなと。個人的にね、巻物が苦手な方が釣るにはもうね、巻き倒すしか方法がないかなと僕思ってるんで、今回はですね、長谷川さんの力をお借りして巻き倒す調校、お手本をお見せしたいなと。ポケモンみたいなやつ来いよ。ほんまっすね。4メーターぐらいですか。はいはい。弾丸してポイントを攻めていってるんですけど、このピーカンデリで激透明度のホッコ巻きもんではめるには相当厳しかった。皆さん見えますかね、ドクリア。わあ、深なった。おお、はいはいはい。あ、当たってる、当たってる。ゴリゴリ、あの、思いっきり当てながら引くらしいです。太ももね、ゴリゴリって。ちょっと今外れてるかな。そこのストラクチャーから今完全フラットかな。うん、フラット、フラットから多分ギリギリ岩のハードボトムのエッジ引いてるから。あ、でも今スコってなんか当たりましたね。うん、でもまだフラットだね、これ。あ、これ今当たったの。ああ。なるべく止めずにこうリーディングで持ってくる。引っかかっちゃったらしょうがないけど。この引っかかるか引っかからないかのギリギリのところが一番よく釣れる。なるほどな。リトリーブのスピードとウェイトの調整とはまあこうするから、ちょっと難易度は高いけど。うん、ウェイトの調整ミスったら引っかかるわけですよね。まあでもどっちかといったらボトムの形状の方が、うん、大きい。で、柔らかい竿を使っちゃうとこれが外れなくなる。のどかっすね。観光みたいな。ミノン早巻きとかでも食いそうですけどね、なんか。おお、さ、やべえ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいよ。ああ、さすが。さすがやわ。この透明度で、え、これ違ったら笑いますけど、さすがに。わあ、魚魚魚魚魚。え、でっかくない？やばすぎますって、魚さんこれ。あ、逃げた逃げた。ビッグワンすぎません？プリプリだ。プリプリの
ヘラ。フナ。皆さん、これすごい。フリスポーンブナじゃないですかこれ。超綺麗これ。美味しそうやね。美味しそうですね。食いましょうかこいつ。マジか。あ、これが水中遺跡ですか。完全プリスポンジ。あ、追っかけてきたかな。ちょっとなんか動きが鈍いっすよね。来ないよ。ラスト30分ですよね。やばいなこれ。あ、当たってる。当たってる。あ、くそ。乗らん。なんやろ。めっちゃ当たっ、めっちゃ当たってるんですけどね。最後まで巻いたな。長谷川さんと一緒に釣り行ってあのスト見なかったの初めてですわ。巻きましょうか。やるそうか、これ繋げないとダメですもんね。いつやりますかね。いつでもいいよ。まあ6月とかっすよね。お、これでかいんちゃいます？マジで？うわ、でかい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 。いきなり？さすが。でかいでかい。これでかいよ。うわ、でかっ。でかい。だよだよ。いきなり、いきなりリベンジ成功っすね。うわ、でかい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 。うわ、うわ、いきなりっすか。見てこれ、みんなさすがっす。さすが60？ これ60でしょ。あるかな、なかなかね、4キロねえな。やばいわ。